はい、こんにちは。日本改革党元豊島区議会議員楠田良治でございます。今日は終戦の日でありますね。ツイッターあたりでは早速ですね、終戦記念日とか言っちゃって、記念じゃねえよバカ野郎っていうような争いがそこここで発生しておりましたけれども、メール党員様限定終戦の日靖国神社正殿参拝について、三周殿入り口に私がおります。声かけてください。その時にですね、参拝料1000円いただきます。まとめて神社にお支払いする玉串料ですね。その時に玄関で集めますんで、声かけてください。よろしくお願いいたします。2時40分ですか。早めに来てくださいね。2時40分にはみんなまとまって呼び出し待ってるみたいな形になりますから、なるべく早くいらしてください。よろしくお願いいたします。萩生田新政調会長、今日ですね靖国参拝したことであります。参院議員政調会長の肩書きで記帳した、言ってました。強いですね、ネットの反応です。萩生田さんは3年連続でこの日に参拝してるよ。まあ珍しいことじゃないんだ。政調会長になろうが なんだろうが、まあ大臣の立場でも言ってたんだ。いいことだ。こうやって当たり前にしていこう。西村に先越されちゃった。いちいちニュースにすんな、こんなこと。嗅ぎつけた中共の犬の時事通信が素早く報道を、中国メディアも早速文句垂れてたが、無視でいい。聞かない力発動。萩生田 VS 西村、安倍派後継争い勃発と。へえという、萩生田さんも西村さんも安倍派だったんだ。現在ね、安倍派は代表を置かずにですね、幹部の合議でことを進めるベネチア方式を取っておりますが、ベネチアってそうだったんですよね。代表とか、何？ローマみたいに皇帝は置かず、元老院？ベネチアの元老院って言ったのかな？まあ、結局議会で、合議で進めていたベネチア制。加藤政治とも言いますね。加藤って、科目の科、少ないっていう意味ね。科目の科に頭。つまり、少数の、なんていうのかな、貴族政治とでも言うんでしょうか。閣僚でない政調会長の参拝にも目くじら立てて即報道する時事通信と。これ問題になってほしい、中国韓国が文句言ってほしいというですね、気持ちの表れだと思います。まあご中心でしょうね。私の予言ですけれども、岸田林茂木は行かないと。安倍さんですらね、現職総理の時は行けませんでした。玉串料は私費で納めておりましたけれども、菅さんに譲ってから 2,3 日で早速行ったぐらいで、まだまだね、自民党内に中間とテレビ新聞の難癖嫌がらせに負けてるですね、ことなかれの議員が多くいる。で、安倍さんですら現職総理の時にはそういう声を無視できずに、めんどくせえよ、行かないで、行きたくても行けなかった。こいつらの信念のなさ、意志の弱さっていうのが我々の真の敵じゃないでしょうか。自民党議員の何にも分かってない連中、じいちゃん議員の早期引退を強く希望いたします。石破とかぬかがとか岩屋とか全然分かってなさそうな連中。河村武雄、河村武雄は引退しました。ノブテルは落選しました。何にも分かってない。昭和の自民党議員だんだん減ってるとは思いますけれども、豊島区議会の自民党議員もことなかれで面倒がって何にも分かってない。人の声が強くて
2、3人ですけどね、分かってる人、豊島区議会議員の自民党で分かってる人、例えば愛さんとか A さん、まあ、あの参院選立候補するために都議会議員、あ、違う、区議会議員辞めちゃいましたけどもね、あと H さんなんて人も分かってる、若手なんですけど、まあまあ、都連の意向なんかもあって身動き取れないんでしょうけどね、速報でですね、高市経済安保大臣も参拝したそうで、仰天した TBS が速報、これはこれで異常ですよね。参拝しなかったらニュースにする、これが正常では、国務大臣なんだから日本国のために亡くなって神になられた方お参りすんの、お参りじゃねえや、墓じゃねえんだから、参拝すんの当然じゃないですか。まあ東京にいねえ、地元にいるなんていう人は地元の五穀神社行ってもらってね、徳和に忖度されたテレビ新聞の閣僚靖国参拝についての難癖嫌がらせ、人民の感情を傷つけるとかいうね、わけのわかんねえやつ、そんなね、人民の心のケアはお前らがしろよバーカって感じなんですけども、まあ、年々効かなくなって焦ってんでしょうね。これは現職総理がいけるぐらいまで自民党内のじいちゃん議員、分かってない議員、ことなかれで面倒くさがって信念も何もない議員が減っていく日も近いな。テレビ新聞の連中は難癖つけてねえでおとなしくリストラを受け入れろと朝日新聞、有能な人から200人首切りますって宣言してて笑っちゃったんですけれどもね。終戦の日、各政党が声明発表しておりました。まずは一番バカな共産党、ウクライナ侵略に乗じた政府与党の9条改悪、反撃能力獲得、軍事費2倍を許さない、戦争させない、9条を変えるなという国民多数の共同を広げる軍事対軍事の悪循環に陥ることこそ戦争の危険な道、なんてことを言っておりましたけれども、9条改悪、反撃能力獲得、軍事費2倍は許さないっつってますね。日本人は抵抗せずに黙って殺されろって意味ですねこれね、反撃能力、反撃できない、だから向こうのミサイル、敵のミサイルが尽きるまでやられっぱなし、9条は日本人は黙って殺されてろという憲法ですね、軍事費2倍、抵抗すんなことですね、って言ってます。日本人は抵抗せず黙って殺されろっていうことを言ってます共産党。戦争させない、救助を変えさせないとか言ってるけど、まあこれ主語は日本ですね。日本に戦争させない、死ねえよバカ、ロシアと中国に言ってくる、日本はしたくねえんだからそんなめんどくさいこと、ロシアと中国が戦争したいんでしょ、戦争させないって言ったら中国とロシアに言ってくれって言うのね。九条を変えるなとか言う、なんで九条で戦争を避けられるのか説明しろ。この前小池晃自ら直々に九条じゃ守れないですよってテレビでぶっちゃけてたじゃん。国民多数の共同を広げる、みんなが九条で戦争回避できるって考えてんだったら、なんであんたら選挙のたんびにボロ負けなんだ、一体何十連敗してんのあんたら共産党、つまり国民多数の、ここが嘘ダウトなとこですね、軍事対軍事で戦争になる、中国ね、2000年から2022年の22年間で軍事費10倍に増やしてるんですけどね、中国に言ってくればいいんだねえの、守る側は攻める側の少なくとも3分の1は兵力必要だ、なんぼ守る側が有利だっつったって3分の1は必要だ、つまりですね、日本で言うと8、9兆円、ただね、守るだけ
で有利が3分の1で済むっつっても、それはですね反撃能力ある状態の定説ですからね、その軍事の軍事論っていうかな、ですんでね、軍事対軍事で戦争になるっつったら中国に行って言ってこうよ。日本は軍事費増えてっけどビビったるもんでしょ。他国の軍拡には文句言わないが日本のはダメってどういうことだ、短い言葉にこんだけ突っ込みどころが満載、言ってることが支離滅裂、分かることはですね、共産党にとってね、日本と日本人は絶対悪で、救助や軍縮で縛っておかないと必ず世界征服に乗り出す危険な国だ、決めつけてるところですね、これはまあ土台の土台なんでしょうね、共産党の連中にね、神は善でサタンは悪魔っていうぐらい土台の土台なんでしょうよ、旧約聖書新約聖書、まあ、聖書の中でですね、悪魔が確実に人間を呪い殺した取り殺したっていう記述がありまして、やっぱりね、悪魔に殺されたことが確実な人間の人数は約20人です、一方神が殺した数、大洪水を起こして殺した数は2000万人って推測されてます、してみっとね、どっちが人間にとって善なんだか悪なんだか分かったもんじゃないですよね。なもんでね、そういう西洋の欺瞞にうすうす気がついちゃったに日本人はね、例えば可愛い魔王の妹であるとか、魔王の娘と勇者がくっついちゃうとか、そんなのを作ってますよね、アニメでね。縛っておかないと世界征服に乗り出す、なんかできそうだったらやるっていうのは中国の中華思想じゃないですか、まんま世界の中の花って恥ずかしげもなく自称して普通の神経だったら赤面する国名の載ってる中国のことじゃないですか。なんか制約がなくなったら世界征服したいっていうのはね、ロシアだってそうでしょ、攻められそうだなって思ったからウクライナ攻めたんでしょ。共産に負けず劣らず頭がおかしい立憲民主党の声明です。先の大戦でアジア諸国地域の人々に多額の損害と苦痛を与えた私たちはこのことを深く反省し、二度と戦況の惨禍を繰り返すことのないよう改めて誓う非核三原則を壊す、核公有有や再現なき集団的自衛権の拡大、シベリアンコントロールの計画などの立憲主義平和主義を脅かす動きを見過ごすことはできないとか言ってますけどね、ネットなのです、もうそのネタ飽きたわ。俺生まれてなかったんで反省しろって言われてもまだこんなこと言ってんのか、いつまで同じこと言ってんだお前ら、まだ生まれてなかった俺らに何を反省しろっつんだよ。安倍さんが脱却しようとしてたのはこれよね、反省するのは負けたこと、次は負けない、多大な損害を受けたから改選したんだろうが。そうだよね、ABCD ホイモって有名ですもんね、多大な損害、そんなこと言ってっから中間が調子乗るんだろう、未来英語誤りとかスパイ丸出しだろ、中国に行って平和主義を説いてこい。当時終戦当時は中国も韓国も建国してないんだが、なかった国だったんだがっていう、日本の侵略が多大な迷惑をかけた、日本の新植民地支配が多大な迷惑をかけた、これどっちも嘘です。これで始まるいつもの大嘘が前提で始まるから何もかもめちゃくちゃな論理を垂れ流してるんですよね。侵略戦争じゃなくてですね、防衛戦争でした。石油の輸送路封鎖されちゃって、フィリピン行ったらアメリカ軍がなぜかいたんで無事のめして、インドネシアに行ったらなぜかオランダ軍がいたから無事のめして現地を解放して、インド行ったらイギリス軍いたからなぜか、適当に無事のめして、ベトナム行ったらフランス軍がいたから無事のめしたってだけですよ。邪魔だお前らっつって、それをね食い破っただけの自衛行為ですね。おめえら行くから
石油輸入できねえべ、死活問題だっていうことでね、植民地支配38年間の支配でね、人口倍にしたのが植民地支配っていうなら、どこの国も日本に支配されたいよね。夢も希望もなければ、お金もなければ子供は作んないわけでして、人口が倍になる約40年間で、こんな幸せな支配はないんじゃないの、未だかつて。恩を施せば施すほど逆恨みするっていう連中もこの世にはいるんですよ。頭おかしいでしょ。こういう連中とはね、断交して子孫には関わらせたくない。我々おっさんたちが頑張って、子孫とはこういう特殊すぎる異常すぎる連中と関わらせないようにするっていうのが今の年こいたおっさんの使命じゃないでしょうか。核武装集団的自衛権拡大は立憲主義平和主義を壊すって言ってますけど、なんでなのか説明しろと。核を持たない、同盟してない、 NATO に参加してないウクライナは侵略されましたよね。立憲民主党はですね、日本がウクライナ同様に侵略されることが平和主義って言ってる外観誘致主義者ですね。立憲も共産党と同じでですね、日本人絶対悪説を採用して、それが土台であると。77年間これやってきて他に変えようがないんでしょうけどね。神は善でサタンは悪ぐらいの大前提なんでしょうけどね、連中にとってはね。予想通りですね、いつまで言ってんだよ、生まれてねえよ、その時の支配者に言えばっていう意見が多数出てきました。さすがに77年経ってるだけあります。本当にいつまで言ってんだよ。未来思考でって言ってるやつほど過去に粘着してね、執念深いのはなぜ、過去に粘着して執念深いからこそ未来思考とか言っちゃうのかな。取り繕うためにな。自称リベラルイコール寛容、異論を許さない強要、必要ならば論より大声嫌がらせで言論封鎖する連中であることと同じで、まあ取り繕うんでしょうね、未来思考とかいう言葉でね。本当は過去に粘着して執念深い、本性ですね。これ武蔵野市の米屋さんのツイートが気に入らねえつって営業妨害に行った自称リベラル、自称差別を許さない連中。差別を許さないんだったらこの米屋さんのことも差別すんで、この米屋さんの言ってることをツイートしたことが気に入らねえっちゅうんだったら、それも一つの意見でしょって話でね。自称フェミがですね、恋愛と結婚を否定して、ミニスカートとかも憎んで憎んで、あと巨乳の女性とか憎んで憎んで、自分より若くて綺麗な女性は大嫌いなバリキャリ女、仕事に打ち込んでて、かといって清掃業とかドガタじゃなくて、こそ思考っていう一つの概念しか認めずに、モテ女や専業主婦を攻撃すること、甚だしい、もう専業主婦憎くて憎くてしゃあないんだねあいつらね。女性に全然優しくない連中がフェミなのってのと一緒じゃないでしょうか。未来思考っていうやつほど過去に粘着、でリベラル寛容つってるやつほど寛容でない、フェミって言ってるやつほど女性に優しくない、女性の敵である。声明一つでこんだけツッコミどころ満載の両党なんですけど、いくらテレビ新聞がね全力で頑張っても選挙のたびに減っていくオワコンどもであります。私が生きてるうちにこいつらの消滅見たいんですけれども、皆様もご協力ください。ほっとけば消滅しますけれども、一刻も一秒でも早くこいつらの消滅が見たいんだ私は。朝日新聞の倒産、 NHK の解体も見たい、皆様ご協力ください。両党ともね首脳幹部が額集めて練りに練った声明作って発表したんだろうけど、歪んだ認知の脳みそ、認知の歪みの脳みそをいくら集めてもね、出てくる答えは歪んでると、間違ってると、何言ってんだっていうね、そういうものであると。
アニメのですね、最近終了しましたかぐや様は告らせたいウルトラロマンチックという作品でですね、告れないやつが3人集まっても特に発展はなかったっていうのが場面がありましたけれども、歪んだ認知の前提が間違ってるやつが3人集まっても特に発展はない、出てくる答えは間違ってて歪んでるという感じでしょうか。このセリフの前にですね、なんでですね石神がですね、手のいい逃げですよとかですね、白金がですねそんなの言い訳だよってドヤ顔決めんだか、そこが分かんない。自分だって告れねえくせにさなんでドヤ顔決めんだろ、あそこの場面だけが私の謎であります。これはこういう意味で、知ってる方はですね教えてもらいたいもんだな。岡田斗司夫さんとかいう方、オタキングな方なら説明してくれるのかなって思っておりますけれども、というわけで今日の正殿参拝と、その後のメール党員限定終戦の日懇親会イベントの方ご参加よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。